こんにちは、幽霊のイブさんです。今回は深海の謎や都市伝説について話していきたいと思います。地球全体の 70% の割合を占める海、これほど身近な存在であるにもかかわらず、海の 95% は人類未知の領域だということはご存知でしょうか。海が未開拓な理由はその広さだけではなく深さにもあります。海の水深 200m より深い場所を深海と呼びます。そして水深が 6000m を超えると光が全く届かず、水温は2度から4度、さらに指先に 700kg の重りを乗っけてるほどの水圧がかかる過酷な環境であることから、簡単には立ち入ることのできない領域なんです。そんな深海には一体何が眠っているのか、また世界一水深が深い場所マリアナ海溝に鳴り響くエイリアンコールの謎とは、そして海外で噂される海はもう一つ存在する説について掘り下げていきましょう。海の深さは5つの層に分けることができます。表面から 200m までの深さを表層、200から 1000m までを中層、冒頭でも話した通りこの中層からが深海と定義される領域です。そして 1000m から 3000m までを残深層、 3000m から 6000m を深海層、そして6000m 以上を超深海層、 6000m 以上の海底にある溝のような場所は海溝とも呼びます。さらにこれで終わりではなく、世界で最も深いとされるマリアナ海溝は水深 19,20m もあり、チャレンジャー海淵という異名を持ちます。水深1万メートルってエベレストの標高よりも約2000メートルも深いってことですからね。すごすぎてピンときません。そしてこのチャレンジャー海淵にはこれまでの人類の歴史の中で8人しか到達したことがありません。これたった8人ですよ。月に行った人数の方が多いですからね。宇宙よりも行くのが難しい場所だということです。ではどのようにして人類は水深1万メートルにもなるチャレンジャー海淵へ降り立つことができたのか、その偉業の一部を紹介します。1960年1月23日アメリカ海軍の潜水艇トリエステ号によってチャレンジャー海淵へ挑戦が行われました。乗組員は潜水艇の設計者であるジャック・ピカールとアメリカ海軍のドン・ウォルシュ隊員。5時間かけて潜水し、チャレンジャー海淵では初となる海底到達を成し遂げましたが、滞在時間はたったの20分。なぜこんなに短かったかというと、潜水中の温度差によって窓に亀裂が入り早急に切り上げてきたからだそうです。深海で亀裂なんか入ったらそりゃめちゃくちゃ焦りますよね。もし窓が割れてたら水圧で一瞬でぺちゃんこ、体がドロドロの液状になっていたそうです。その後は2012年3月26日にタイタニックやアバターの監督としても知られるジェームズ・キャメロンがチャレンジャー海淵の海底到達を達成しています。深海探査艇ディープシーチャレンジャー号に乗り込み2時間30分ほど海底を探索したそうです。海底では特に大きな生物を見ることもなく、自由に泳ぎ回るものはエビのような生き物だけだったとキャメロンは語っています。本当は6時間探索する予定でしたが、制御システムの不具合が起き、ここでも早く切り上げるしかなかったとか。このようにどれだけ万全な体制で臨んでもチャレンジャー海淵で完璧な探索を行うのはとても難しいんですよね。それもそのはず、チャレンジャー海淵の水圧は海面の約1000倍、指先に8トンの重りを乗せているようなものだと言われています。最近だと2020年6月7日にアメリカ人の元宇宙飛行士キャサリン・サリバンが女性として初のチャレンジャー海淵の海底到達を達成しました。そんな限られた人しか訪れることがないマリアナ海溝は未だ謎が多く、様々な都市伝説が飛び交う場所でもあります。一時期話題になったのがエイリアンコール。2016年アメリカオレゴン州立大学の研究チームがマリアナ海溝の水深1000メートル付近で謎の金属音を観測したと発表し、注目が集まりました。研究チームは無人船を使い2014年から326回の潜水調査を行っており、そのうちの38回で謎の音が観測されたそうです。その音には 38Hz という低い周波数と 8000Hz にもなる金属音が混じっており、自然に発生するものではないと考えられました。さらにその音がエイリアンの鳴き声のようにも感じ取れることから、メディアではエイリアンコールと呼ばれるようになったんです。では実際にそのエイリアンコールを聞いてみましょう。
確かに映画に出てくるようなエイリアンの鳴き声に似てなくもないような感じですね。調査の結果としてはヒゲクジラの鳴き声なのではないかというロマンのない意見でまとまったんですが、この意見についても未だ疑問点が残っています。ヒゲクジラは通常交尾の際に鳴き声を発することから、冬の間に鳴き声が観測されることが多いんですけど、このエイリアンコールは季節を問わず1年を通して観測されたことから、正体をヒゲクジラと断定するのはまだ早いと言われています。こういったことからも海底には宇宙人の基地があり、何かしらの信号を発しているのではないかとも語られています。海底に宇宙人の基地があるという話題を少し掘り下げると、マリアナ海溝にまつわるこんな都市伝説が存在します。2009年アメリカのジョージ・ブッシュ元大統領がマリアナ海溝海洋国定公園を創立し、海溝での採掘と漁業を禁止、科学的探査のための特別な許可を要求しました。その結果、現在はマリアナ海溝の大部分がアメリカの保護区となっています。この話、マリアナ海溝は珍しい場所だから守らないとっていう意図は汲み取れますが、本当に保護する理由はそれだけって疑う人も多いんですよね。マリアナ海溝はすでにめちゃめちゃ汚いことでも有名です。2017年の論文でロボット潜水艇で捕獲したマリアナ海溝の甲殻類から汚染物質を検出したと発表されました。しかもその汚染物質の量は中国で最も汚染された川である遼河の50倍。マリアナ海溝は世界一深いということもあり、海の汚染物質を溜め込みやすいという特徴を持っています。つまり海は全てつながっているので、マリアナ海溝だけを特定して保護しても人間による悪影響を防げるわけではないんですよね。またジョージ・ブッシュの父は歴代大統領の中で最も宇宙人に精通していたとも言われています。これらの話と宇宙人の基地が海底にあるという説が合わさり、アメリカがマリアナ海溝を保護するのは宇宙人との秘密のつながりを守るためなのではないかと噂されるようになったんです。まあこれは本当にエンタメ程度に語られていることなんで、信じるかどうかは皆さんにお任せします。最後に海にまつわるちょっとぶっ飛んだ説を紹介します。それが海はもう一つ存在する説。この説の内容としては、地球の中心には海があり、僕らが海底だと認識している部分も全て含め島だと主張するものです。地球空洞説の海版みたいな感じですかね。この説一体何を根拠に語られていると思いますか？昔から地球の中心には水は存在するのかというのは科学者の間でも論じられていて、意見が対立している問題の一つでもあります。その問題の解明に役立つのではないかとされた研究結果が2014年3月に発表され話題になりました。カナダアルバータ大学のグラハム・ピアソン博士の研究グループがリングウッダイトという隕石からしか発見されなかった鉱物を地球上で初めて発見しました。リングウッダイトは約 1.5% の重量の水分を吸収保持できるという特徴を持ち、地球の中心であるマントルに存在しているのではないかと予想されていた希少鉱物です。これが実際に発見されたことにより、マントルに水が蓄えられているのではないかという予想が信憑性を高めるようになりました。さらに2014年6月にはアメリカノースウェスタン大学のスティーブ・ヤコブセン博士の研究チームが2000台の地震計を使って地球の地震波を計測したところ、地下 700km 付近に水分を含んだリングウッダイトの存在を確認することに成功しています。これらの発見をまとめ、マントルに蓄えられている水分の量を計算した結果、地球内部には地球上の海水の3倍の量の水分が含まれているということが予想できるそうです。こういった研究の影響もあり、海外では僕らの知る海底の下にはさらに海があるといった噂が語られるようになりました。さらに海があるということは、僕らが想像できないような新種の生物がいるのではないかと。この説は地球平面説みたいな感じで一定数を信じている人がいるそうです。地球の構造については科学技術によってほぼほぼ解明されているので、まあ海ということは考えづらいですが、誰かが実際に見たわけでもないので否定もできません。果たして僕らが認識している海とは違う海が地球の中心には存在しているのでしょうか。まあまずは地球の中心よりも深海の調査をもっと進めてほしいですよね。チャレンジャー海淵に到達したジェームズ・キャメロンは陸に帰還後こんな言葉を残しています。海底には広大な未知の領域がある。私たちがそこを理解するにはしばらく時間がかかるだろう。
私の印象は全く月のようだというものだった。まるであの日宇宙に出かけ他の惑星に行って帰ってきたような気分だ。宇宙のように多くの道を残す深海、皆さんは深海にどんな謎が眠っていると思いますか？ぜひ深海だけに考察を深めてみてください。以上が深海についての話でした。深海も宇宙同様にロマンを感じますよね。絶滅したとされる古代の巨大ザメメガロドンがマリアナ海溝の海底で生き延びているなんて都市伝説もあります。実際チャレンジャー海岸では潜るたびに新種の生物が見つかっているので、メガロドンとかいてもおかしくはないのかもしれません。個人的には宇宙で地球外生命体を探すよりも地球上の新種生物発見の方がワクワクするんで、深海をもっと開拓してほしいです。いつか深海旅行とかもできたら面白そうですよね。皆さんも海底にまつわる面白い話があったらぜひコメント欄で教えてください。こんな感じでこのチャンネルでは都市伝説、芸術、スピリチュアルといったサブカルネタを掘り下げているので、僕らと同じく世間からずれている方、よかったらチャンネル登録をお願いします。グッドボタンも押していただけると嬉しいです。ブログもやってるのでよかったら見てみてください。それではご視聴ありがとうございました。